ございます。はい、ちょっとね、今から行ってみましょうかね。今日は南側を回ってほしいということなんでね。南側。はい、そうです。南側。ミイラは千塚古墳ですね。この南側をね、ちょっと回ってほしいということでね、回ってみますね。この辺いっぱいね、古墳あるんやけどね。この辺の古墳はどこなんだよな。これずーっと古墳あるんだけどね。これで見るとややこしいね、これ。281古墳。ちょっとよくわからんな、この地図では。これはちょっと難しいか。やっぱりこっちから行かないかんかね。あ、イノシシが掘ってますね。イノシシが掘りますよ、これはね。復元古墳とか、復元古墳ってあの辺かね、あの上は復元古墳かね。この図面で行ったらどうなんだろうな、行けるかね、行き着くかね。あの横の道をずっと歩いてね、回ったことあるんだけど。千塚古墳ですからね。千基もあるのかね。いや、誰か600基ぐらいいるかな。600基ぐらいあるんで。これはなんだ、ここは。水生植物かね。え、最初来た時で田んぼじゃなかったかな。なんかそんな感じすんねんけど。ああ、古墳だらけだ。ね、すごいすごい。看板がなんかないのかね、全然わからんね、これじゃ。広場。この辺からね。わからんな。どうだろう。この中部だよ。わからん、この中部は。10メーター、15メーターぐらいの UFO がいっぱいあるんだけど。272号本を見たいんだけどね。お、なんか看板が出てきました。エントランス、広場。いやー、わかりませんか。これ大きな古墳があるけど、これは何ですか。それはどう見ても円墳やな。これ分からんな。だけやからね、古墳のところに縦看板は一つもないです。あ、そうなんですか。はい、いやー、大概わし、もう1万基ぐらい回ったけど、大概のとここ置いてありますよ、ここ。向こうはね。向こうは、あの、北の方はね。こっちは、ないですね。そうやろ、おそらく。うん、そこら辺、あんたが端で刺されたとこじゃない。おいらが今いてるとこは、281号まで行かれました。残念でございました。前回来たとこ、この辺やぶやったな。綺麗に買ってくれたね、今回ね。あらあら、展望台でございました。イノシシさんがいっぱい掘ってありますね。ミミズクなんかおんのかね。ここ、この展望台だ。
去年か一昨年になってきた時で、子供がここで、うねび山が見えまんねん言うて、あ、目の前ほら、うねび山でございます。ね、あ、これ登った言ってたけどね。いやこっちにね、前方こういう風があんねんけどね、見ることできないんだね。残念でございます。今ここやから、ちょっと歩かれへん。草ぼうぼうでね。なんでか言うとね、まだ蛇がおりますね。まだ。どこは奈良やし。お、京奈和自動車の横見えるやん。こうか。こう覚えあるね。まあ、回ってるからね、以前ね。何回も来てるからさ。場所によっては回ってますからね。以前来た時はこうカラスがすごかったんだけど、いつ来たんだろうな、もう覚えてないんだけど、あ、まだカラスおるわ。おお、すごいね、下から道、これ前ヤブだったよな、ちゃんとね。はい、上がってくれますよ。踏んだらけでございますけどね。これも上がってきたね、ここ。ここはね、これ以前上がったから記憶はね、風源古墳やったら石数見せてくれてるのかな。はい、これでございます。細かいね、石数見えるけど、立ち入り禁止でございますか。わからんな。傘袖かな。傘袖。細かい石をね、積んであるんだけど、あの石は何だろう。石棺とかなんとか見えないな。このことでしたか。復元古墳っていうのは。こっちは。もう恐竜がおりました。恐竜は。あら、ここは。ここもね、糞帳になってるから、マウンド見える。あ、これね。これは何だろう。粘土質かね。こんな感じで粘土質の、ね。粘土質感かね。これは二条山だ。ね、復元古墳というのはこれはこのはずだけどね、だけど上だけね、全部見えんの古墳寺とか。いや、見えへんやん。残念だ。木がね、大きくなったからね、もう見えないんですよ。これ金剛だ、桂木だ。これ二条だ。こっちから見るかな。二条だ。ああ、もうちょっと来てみる。はい、ここ二条だ。
南エリアだけでもうほぼ1時間歩いたけどね。公園誰もいないんかね。南エリアでした。ありがとうございました。はい、じゃあ今から北に参りましょうかね。その辺もあったんやけどね、栄養分ばっかりですね。見れたのか残念。南はね、連邦公園墳とか広報墳とかあるみたいやけどね、見れませんでしたね。残念でございました。このビート上がってみようか。ここ上がるの初めてでございますね。おお、カエルに恐竜に一歩おりますね。126号線書いてないんだ、矢印を。おそらくこの地図で言ったら右や、右126号線。追いられませんか。関係ないか。こっちや。あ、なんか踏んだや。なんか気持ち悪い、なんか踏んだ。109号分。え、前方後分、後分？本当？どのことやろう。これか。前方後方分。こういうこと？はいはい。ここね、ここからね、ここね。こう。これが方分寺こと？18m の3メーターか。5世紀後半。おお、加賀も出てきましたか。あれは蔵やね。鏡は面白い形してね、片っぽはね。すごいね、先天も出てきました、こんなとこから。はい、ありがとうございました。115号分でした。126号分はどれかね。あ、これか。お、これが126号分。ああ、あんなとこ看板立てたりかんがね。全然違うところにね。126号分。これは、長方形分。長方分。はい。東西20メーター。20ね、東西22メーター。南北16メーター。高さ1.5。高さがなかなか 1.5 メーターって珍しいね。こうあれ出てきそうないのがね。あれ出てない。鏡出てませんか。ああ、柏原琥珀さんこれ置いたんの。まあ回ったけどね、ちょっとちゃんと見てなかったね。いっぱいあったな、あそこに。はいはい、今度どこあったな、細かいのも。これね、どうやって見よう。22メーター。
16m。 ちょっと丸くなってしまってるからね、イメージわからんな。まあ方向言われたら方向か、かすかにね残ったけど、高さがちょっと低いかな。他の古墳はみんな高いからね。ほら、この辺の古墳高いでしょ、これ。ね。まあ、一つ一つ見るとね、大体15メーターか20メーターまでぐらいの円墳やね。高さも大体3メーターから高いので5メーターぐらいあるか。3メーターか4メーターぐらいが高いでね。この辺もずっと歩いて回ったね。以前歩いて回ってんねんけどね、ずっと歩いて向こう回ってるんやけど、まあゆっくり回るんで 4,5 時間かかるね、このね。はい、ここも来ました。うねび山でございますね。真正面が139号墳。これ砲墳、23メーター20メーター、高さ2メーター。ほんま高さ2メーターしかないの、これ。もうちょっとあるせいやけど。バウと何が出てきたんかね。黄河の出てきましたか。わーっとね、これ1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,15,6見えない。これ行きますか。道がないんだけど、どこからか行けないの。いてて、あいだ、いてて、左足入れて、左足が、あら、行かれませんか。また飛び上がれてかね、これを。あそこにね、作業おります、作業。シロサギが、どこ行った。シロサギどこ行った。これか。これな。シロサギでございます。東西22メーター、南北16メーター、高さ 1.5 メーター。ああ、低いね。1.5 メーターね。前方後円墳をちょっと見てみたいんだけどね。いい出て。春木さん、今月来てありましたね。先生が興奮くんね。昨日やったかな、ちらっと見たんやけどね、ちゃんと見てなかったけど。今日帰ってからね、見らんといかんね。ちらちらっとね、ちょうどね、案内があったんでね、ちらっと開けただけだけど、ほんのりちょっとね、飛ばしちょろちょろ見ただけでね、ここ来てありましたわ。わあ、いいね、これ。はい、じゃあ。席81号分行きましょうかね。はい、出て。腰が痛うで。腰も足も。初めて来た時、ここでね、この辺やったな。この辺でね、
地元の方がお会いしたんですよ。でいろいろ聞いとったんだけどね、ここからね、この山見るのが大好きや言うて言うたんだけどね、あれ高見山かね、あれコルミの中に言われたね。これ81号、これ前方後方増えたかな。前方後方分40m、 高さ 4.5m、 一番高いところでね、6世紀中頃。これ以前、まあ、中回ったんだけどね、今ちょっと回られんね、こんな感じじゃね。全長が 40m やからね、どっから入ったか、そこから入ったかな、この辺から。植えられた木がこんな大きなのかね、こんな大きく。これヒスイかヒノキかそんなの植えたらしいけどね。ほらここにもありますよ、ここにも。ここを見るだけでもね、10基15基、パッと見たらもう30キロ見えるね。いや痛い、昼間から古墳が20キロ見えるのか、すごいね。今どこ、ここ、こういうことは48号墳で見ないかねな。ビューポイント139号墳、今現在地やろ、船尾山墳ね、81号分、48号分。ちょっと待てよ、81号分、81号分はどこやったっけ。いやいや、そこに、その右にもなった81号分行かれへんけど、看板がむちゃくちゃでございますな。ここだ、ビューポイント170、どこね、ビューポイントは。あのさ、ビューポイントって書いてあるけどさ、全然見えないんだけど。この古墳は何だったかね、英文かね。ここで言ったかで全然見えない。これやで、残念。はい、もうね、もう枝がいっぱいで見えないですわ。こうやろね、残念でした。もう虫がすごいことたかってくるからね、終わってまんねんけど。いやー、ちょっとやっぱ違う、あの前のやつやったよな、これじゃなかったな、これは。後墳の16メーターか。ああ、残念。前方後方墳は見れなかった。川がすごいんで。川が。ものすごい川でございます。あの、1匹は2匹ないんでね、1匹10匹ぐらい来るからね。10匹ぐらいね、ほら、ここにもすごいことになってる。ダメダメ。この川たちは。殺されて分かったのに、ね、止まってから。行って出て。突き渡ってます、川が。これ上がれるけど、どうやこれ。
ちょっと思案のしどころやけどね、これ上がるか。え？いや、思案のしどころやけど、いけるのかな、これ。あ、いけるけど、木祖母もですよ。あ、そうですか。古墳がないです、上は。古墳。ちょっと上がってみましょうか。なかなかね、初めてなんだけど、あ、これは前来た時はいっぱいあったね、草ぼうぼうでね、上がれるの雰囲気なかったんだけど。もっと上上がるか。ここは初めて上がってきますからね。お、173号墳。円墳14メーター。高さ 3.5 メーター。バグとか、鏡とかできましたか。ちょっと草がぼうぼうだね。形状がはっきり分からんけど、こっちやろな。どっちなんだろう。こっちやろな、173号線。173号線は。こっちですね。先これかね、これ上がってこられへんってなるんだね、これ先んとこむちゃくちゃや。上がってこんでよかったな。ねえ、蛇おるぞ、蛇が。今日蛇見たかな、なんか踏んだんやけどね、蛇みたいなやつを。あれ蛇やったかもしれんな。グニャって、なんか感じ悪かったけどな。はい、出てきました。どこだろう、ここ。この辺どこですかね。ああ、わかったわかった。ここかい。さっきそこから上がったの、創業会じゃん。ね、はいはい。こっち、こっちも行こう。千塚古墳でございました。はい。